この世には愚か者が多すぎる。だが幸いお前はその仲間ではないようだ。これよりボングどもを滅する手伝いをしろ。我が体系をなすにはお前が必要なのだ。以前お前が必要と言った。もちろん覚えているな。あれはその際だけの話ではない。ここまで言えば鈍いお前でもわかるだろう。我らの体系がなる日は近い。だがこれからもお前は私の傍らに。なんだ、文句があるのか。そもそもお前がいれば私は。こんな場所に呼び出したのは他でもない。お前に聞きたいことがある。私に天命があると思うか。答えは今でなくていい。後日教えてくれ。この間は妙なことを聞いてすまなかった。あれは私の焦りから出た妄言だ。どうやらお前は私の冷静さを奪うらしい。天命はここにあるのかもしれんな。もうお前の魅力に抗えぬ。なけなしの理性も天命の前には無力よ。どうか触れるのを許してほしい。お前に拒まれたら私は。こんなとこに呼び出して悪かったな。お前にしかできないことを頼みたいんだ。俺を追いかけてる奴が来たら言ってくれ。俺はあっちに行ったってな。こないだはお前のおかげで助かったぜ。最近は昼寝するのも一苦労だ。そうだ、お前の部屋に行かせてくれよ。そしたら誰も追いかけてこないだろ。最近昼寝しなくても大丈夫なんだぜ。夜ぐっすりだからだな。そうに違いない。だから今日も行ってもいいだろ。ま、断られても勝手に潜り込むけどな。まず前提として言っておきたい。これは任務ではなく完全な私事だ。回りくどくなったな。自分はあなたと過ごしたいだけなのだが、その身を守るのが任務、そう思ってきたが、あなたは誰より強い。その肉体的な話ではその心のしなやかさを言っているのだが、あなたは不器用な自分を受け入れてくれた。こんな行幸があるとは今でも信じられん。あなたは自分にとって女神も同然。この先命の限り御身をあがめん。どうも。早速だけど本題に入るよ。今後は私と行動を共にしろ。孤立しがちなお前を救ってやるというのだ。どうだ、ありがたいだろ。この間私以外の男と話していただろう。お前はどうしてそう危機感がない。
皆お前をどこかにかけようと狙う奴らだ。私のいない時決して近づけるなよ。おい、今から私の部屋に来ないか。ここではいつ邪魔が入るかわからん。妙な勘違いをするなよ。お前との未来を話そうというだけだ。突然呼び立ててすまない。ここだけの願いを聞いてはくれまいか。あなたのしもべとしてそばに置いてほしい。無論表立ってはいつも通りで結構だ。以前あなたに言ったことを覚えているか。その私をしもべとしてというあれだ。忘れていないなら遠慮などしないでくれ。私はあなたに思い切り尽くしたいのだ。あなたほど相性のいい女性は他にいまい。この地上をくまなく探し回ってもだ。どうか二人きりの時は思い切り頼む。それが私の至上の喜びとなるのだ。はあ、呼び出すだけで消耗したぜ。いやいやいや、こっちの話だ。よかったら飯でも行かないか。とっておきの店予約してあるんだ。そろそろお前の好みも分かってきた。だから今度うちに来ないか。別にやましいことはないから安心しろ。俺の手料理食べてみてくれよ。いつも俺んちじゃつまらないだろ。そう思って今日はそのなんだ、行けばわかるってことにしといてくれ。絶対に驚かせてやるからな。こんなところで失礼する。私の遺言を聞いていただきたい。いきなりでさぞや驚かれただろう。だがあなただからこそお願いするのだ。遺言の他にあなたにお願いがある。どうか私を見取っていただきたい。最後は柔らかい女性に抱かれて私のささやかな夢をどうか。意外と死なぬままここまで来てしまった。これでは詐欺とそしられても仕方ない。だがどうか約束は忘れないでほしい。共に白髪が生えるまで長らえたとしても。いい機会だ。お前に言っておきたいことがある。望む時に俺を呼ぶといい。そのためにお前の近くにいるのだからな。恐れるな。素直に俺を望め。そうすればお前の手は汚れない。くっ俺に全て任せておけ。そう、それでいい。長い年月を経てもお前は輝きを失わぬ。これこそ俺の望んだこと。この汚れた手で無垢なお前を抱きたい。くっそろそろ
代償を支払ってもらうぞ。このようなところに呼び出してすまない。折り入って話がある。あなたを人生の師として仰ぎたい。その生き様に心奪われたのだ。以前の言葉を訂正させてほしい。あなたを人生の師としたいと言ったことだ。私は気づいてしまったのだ。あなたにもっと別の感情があること。長い年月を経てもあなたは私を魅了する。生き様だけではない、その存在すべてで。一度抱いてしまった感情は止められない。どうかこの愛を受け止めてくれ。